回のタイトルは、カルダノエイダに強気であり続ける4つの理由です。ぜひ最後までお付き合いください。著名なスマートコントラクト開発者であるフィル・ディサロ氏がカルダノブロックチェーンに関する洞察を共有しました。 X への投稿で同開発者は、暗号通貨エコシステムにおけるカルダノの見通しについて強いセンチメントを表明しました。同氏によると、カルダノエイダは過去1年間で驚異的な進歩を遂げ、強気相場に向けて体制を整えているといいます。開発者に優しいエコシステムが成長を加速。ディサロ氏はユーザーがカルダノに強気な理由を4つ挙げました。同氏は主にエイケン、プルータス、オクシン、ヘリオス、スカルスなどの開発者ツールが利用できることを指摘しました。ディサロ氏はこれらによって、さまざまなプログラミング経験を持つ開発者がカルダノ上で開発しやすくなったといいます。これらのツールは新しい開発者の参入障壁を下げ、エコシステムを急速に拡大させます。特に開発者の流入は、カルダノ上に構築された分散型アプリケーション DAX の急増につながる可能性があります。これにより最終的にその実用性が向上し、より多くのユーザーを引きつけることができます。開発プロセスの容易さにより、カルダノの魅力が高まり、より多くのプロジェクトや企業がカルダノを優先的に選択することになり、エイダトークンの需要が高まります。ディサロ氏がカルダノに強気なもう一つの理由は、現在稼働しているゼロ知識 GK プリミティブです。このツールによりカルダノの DAP はユーザーのプライバシーを維持しながら現実世界のデータとやり取りできるようになり、金融やヘルスケアなどの業界では大きな利点となります。暗号通貨ではプライバシー保護アプリケーションはセキュリティと機密性を優先するユーザーを引きつけます。カルダノのユースケースが増えるほど、注目度の高いパートナーシップやプロジェクトを引きつける可能性が高まり、価格上昇につながります。将来の拡張を保証するロールアップとスケーラビリティ、さらにディサロ氏はロールアップによりセキュリティや分散化を損なうことなく、カルダノははるかに大量のトランザクションを処理できるようになると主張しました。したがって新規ユーザーの流入がチェーンに悪影響を及ぼすことはありません。むしろ大規模なアプリケーションを効率的に処理できるように位置づけられています。さらに L1 セキュリティ機能により、カルダノは分散型金融、ディファイやエンタープライズユースケースの主要な選択肢としての地位を確立しています。これによりより多くのユーザーと開発者がネットワークに集まるため、エイダの需要が高まる可能性があります。さらにカルダノのアカウント抽象化により、他のブロックチェーンのユーザーがチェーンに切り替えたり、チェーンとやり取りしたりすることが容易になります。これにより採用率とネットワーク効果が向上する可能性があります。一方、バベル手数料などの機能によりエコシステム内のエイダやその他のトークンの有用性が高まり、需要と市場価値が高まる可能性があります。最後までご視聴くださり誠にありがとうございます。当チャンネルでは仮想通貨に関するニュースをお届けしております。よろしければチャンネル登録・高評価をお願いいたします。